はい、今、緊急で動画回しておりますはい、雷、え、四、ー、46年、46っていうのかな、の今、試合がちょっと、ちょうど終わったところで、まあ、すごいエキサイティングで、めちゃめちゃいい大会でしたねって、毎回、毎回、めちゃめちゃいい大会でしたねってこう言ってるような気がするんだけども、僕ね、ちょっとね、メインイベントが終わって、ちょっと、ボーンってすっ飛んじゃったんだけど、この大会が始まる前ね、一番ちょっと注目してたのは、 井上優作井上優作選手だったんですよ。あーそうちょっと塩試合だったじゃないですかまあ、そちょっと残念だったなと思うんだけどでもまあこれを糧になんかこうアグレッシブなファイトスタイルぜひ次回見せてほしいなと思いまして井上優作選手僕好きなんで。うんで フィジカルめちゃがたいでかいじゃないですかライト級とは思えないでかさなんですよね井上選手なのでその、ね、こうダイナミックな体を活かせた戦い方が見れたらなと思って、まあ、実際ね溶け視線なんかもうすごい、えー、いいストライキングも見せてくれてうもう組もね組ももうちょっとできると思うんだけどなんかちょっと試合,試合になっちゃったんだけど、まあ、それがちょっと今回残念だったんですけど ままああでもまあ大好きなんで相変わらずね井上優作選手は大好きなんでこれからも、えー、ぜひライジンで見たいなと思いますんで、えー、じゃあそんな前置きを置きながらまず西谷君ね、えー、高木ー VS 西谷君で僕の予想では高木選手の、うん、KO か判定か何つったっけなと,とにかくね高木選手が勝つって予想したのかなあの西谷君、うん ね、西谷君、推しなんだけど、まあ、ここはちょっと現実的に、まあ、実力差というかもうキャリアがちょっと違うよねとであとこの決め、決め力というかこのフ,ィニッシュリフィニッシュを持っているのは高木選手の方がフィニッシュを持っていて西谷君、どっちらかというとどちらかというと組んでポイントアウトで判定勝ちみたいなイメージの選手なんでね、今のところ。 だからやっぱり高木選手の方がやっぱりちょっと相性的にはいいのかなーって思って高木選手を予想に挙げさせてもらったんですけどやっぱり高木選手がえ1ラウンド KO かなで勝利ってことでまあこの試合に関してですねやっぱちょっと西谷君の性格がやっぱり出ちゃったのかなっていうのとえ怪物君の時と同じ課題を同じ。 言うなれば同じ負け方をしたのかなっていう風に僕は見えたんですよね。まあ、それは何かというとやっぱりね西谷君って相手を倒そうと思っている時の,この相手を倒そうと思っている時の攻撃ねの時って攻撃されることをが前提でない動きをしちゃうんだよね。まあ、これ浅倉ミクロにも指摘されてたんだけどで、まあ、要するに怪物君の時は膝を打ちながら 相手の攻撃もちゃんと見てないとダメだってで見てないから飛んじゃうんだよ意識飛んじゃうんだよとで高木亮選,選手の時も同じだったんだよね西谷君がこう前に進みながらワンツー打ってたんだよねその時ワンツーの目がもう相手の目をガッて開いてたんだよねでそんな時にバーンってもらってたんだよねだから見てよ見てないのよ 西谷君、その時さ、でまたお同じことやってもたって、多分ん本人は言ってると思うんだけど、まあそんな感じの試合でしたね、まあでもまあうーん、まあ決してね、なんか弱い感じではなくて、ここうこ、う、悪いところなんだよな、みたいなところ、西谷君のね、でそんな感じですの印象でした、ね、で、2試合目が山本空かな、いやまあ、山本空もまあまあ良かったけど、まあ、あんまり言うことはないかなと。 でその次がベアナックルねベアナックルはちょっと相手の選手がどこの誰って感じだよね <laughs> どこの誰っていうかなんか相手を見ないで腕振る回す選手だったよねなんか相手も見ずに腕をとにかく腕を振り回す選手だったね結局ねだからそんなに強い選手じゃないんだなっていうのがまず一つでね一つ だし、身長差がありすぎる毎回ね俺身長差っちゃうんだけど身長差がありすぎるしまあ、要するにリーチ差がありすぎてもう篠塚つ樹有利なこうマッチメイクじゃんとかちょっと思って、うん、なんかちょっと冷めましたあのマッチメイクには冷めた、うん、まあ、とはいえ、まあ、篠塚つ樹は まあ圧巻っていうか余裕の勝利でしたねあれはうんまあ格下だよね言う,言うなれば格下の選手だなあれはただベアナックルっていうね団体でやってるだけでまあ1その技術的な部分で言ったら格下だよねあれはどう考えてみても、うん、他の選手でもあの選手に勝てると思う <laughs> それぐらい格下だと思いますで次は日韓戦かな 戦のの第一試合の倉本選手、うん、俺どうかな俺ヤンジオンかなってちょっと思ったんだけどね判定でもまあ100歩譲ってまあ、どっちが勝ってもおかしくないなっていう内容ではあったんだけどねでもいざ、えー、倉本選手が何 <laughs>、ね、3対0だったっけスピリットだったっけちょっと忘れちゃったけど倉本選手が勝った時にはえっってちょっと思ったんだよねだから <laughs>。 え,って,えうんって何を取ったかなと思ったんだよね。だからその攻防だよね。攻防。確かに攻防的には倉本選手が押してる側で、ヤンジオン選手はどちらかというと防戦一方的な試合展開だったんだよね。だけど有打、有効だ。有効だは俺、ヤンジオン選手の方が当た多いと思うんだよね。有効だ。うん。うん、だダメージ判定。 ダメージ判定、ダメージはヤンジオン優勢、まあその試合のコントロールは倉本選手で、アグレッシブ、倉本選手ってことなのかな、ダメージはヤンジオンだけど、その試合コントロールとアグレッシブで倉本選手ってことなのかな、まあそうってくるとしっくりくるかな。 そうやってくこうやって考えるとしっくるくるがまあ、まあまあ、確かにどっ,ちがどっちが勝ってもおかしくないような試合内容、きっ抗した感じでしたね、きっ抗縛り。で、第2試合が新竜、えー神龍うーんまあ、これはね、僕も試合前予想から、ちょっと実力差ありすぎんじゃないかなってちょっと思ったんだよね、でストライカーなんでね、イ・ジョン ストライカーで「グラップリング大丈夫?」ってちょっと寝技レスリング大丈夫ってちょっと不心配だったんだよねでなんかその噂によるとそのグラップリングに制限のあるまあ、いわゆる MMA の戦績だったりもうリアルの MMA そのねその例えば10秒寝技10秒コントロールとか。 縛りとかそういった縛りのある MMA だったらしいのねあの戦績ってでシンプルな MMA の戦績はなんか一勝しかしてないとしかも判定でとかっていうなんか噂話があってであその噂話を聞いた時だよなってどう見てもなんか,なんかグ,グラウンドそんな強そうに見えない試合の映像とか見てるとどちらかというとそのなんか打撃の試合で打撃で勝ってるような感じで うんかまあ新竜誠がまあ3ラウンド判定勝ちするんじゃないかなと思ったんだよねなんか新竜選手ってあまり決め力があんまりないからね <laughs> こう言っちゃいけないかもしれないけど決め力フィニッシュ率があんまり高くないからね新竜選手で蓋開けてみたら、えー、あっさり背中ついちゃったんだよねイ・ジョンヒョンがあっさり背中ついてで背中ついた後なんかエビするわけでもなくんと思って。 もうやっっぱりグラウンンドコントロールできててななくないと思って一応ねこうフィニッシュフィニッシュの防御はできてたんだけどその寝かされた後に立つためのエビとかその立つためのあれができてないんでね立ちができてないでていうんでまあ見ててもうこれちょっと力の差ありすぎるようなさすがにってちょっと途中からちょっとあの見方が冷めた。<laughs> 圧勝でしょ、これは、みたいな感じになったんだたよね。したらやっぱりあっさり1本取ってもう本当完全勝利っていうかなちょっと力の差がありすぎたこれはねちょっとうん戦績はちょっとあれダマ、なんかめくらがましで実はあれいわくのついた戦績なんでいわくがついたっていうか正規の MMA の戦績じゃなかったっていうのがねやっぱりそうだったんだなって感じですねでメインえー 大正戦、日韓戦の大将戦の中島太一ねキム・スー・チョル1ラウンドねめっちゃ良かったのにね中島太一かなって1ラウンド中島太一が取ったかなと思ってで勝つかなって思ったんだけどね、うん、それこそキム・スー・チョルの,その組を全部切られてるからっていうかねそのメインの試合じゃないんだけど金原選手の試合じゃないんだけどなんか結局 その長島太一のボクシングにハマっちゃうんじゃないかなっていうところを2ラウンドの開始でちょっと気が抜けたところでちょっと見えないパンチもらっちゃってボーンってフラッシュダウンしてでフラッシュダウンしたところにパウンドで2回目の失神しちゃってえセコンドからバトンがあったのかなバトンもあったしレフリーストップってことで2ラウンドで負けちゃったんだけど。 ちょっっっともたたいなかったですね勝てた試合だったと思います中島太一選手、うん、でこれ何回もいいんだけど、ね、ケラモフ選手ねケラモフ中島太一とね,ねケラモフが戦った試合もう一回見てほしいんだけど結構中島太一いいいい試合してるんでねでまかり間違って締め落とされちゃったんだけどなんか今回もそんな感じだねいい試合してもう中島太一勝てんじゃないかなってところで なんかもらうみたいなね、うん、今回もそんな感じでもう一回中島太一の試合見たいですねうんまあ間違いなく強いっていうのは分かった中島太一選手だからもう一回やったら多分キム・スー・チョルに勝てるとは思います、うんまあ、実力差はちょっとか垣間見えたねキム・スー・チョルと中島太一選手の実力差にはちょっと垣間見えたあ中島太一の方がちょっと強いかもっていうのは1ラウンドで見えたたただ あああいいううことととががるよねねね感じのの試合でした、ねえー、ってその次が牛久くんと太田忍選手、ね、僕ちょっとね太田忍選手があんまり好きじゃなくて、まあ、ファイトスタイルもそうだけどその性格もあんま好きじゃなくてでななんで好きじゃないかっていうとレスリング強いのはねもう重々承知でそれはもう認めてるんですけどもレスリングでその倒してどうすんのってところが。 ななんんか見えてこないいだよね何でで決めたいのとで今回牛久君に肩上がるためとまあちょっと有効なパウンドみたいなのが見えたけどうーんうーんねまあそれでポイントアウトで毎回判定勝ちしていくんでしょうけど見たいかな <laughs> それで UFC チャンピオンになってる姿見たいかな ね、まあ、可能性は十々に、十分あると思うよ。世界、UFC の世界ランカーを、あの、フィジカルでバタバタ投げ倒すと思うよ。と思う。で、そこからどうやってフィニッシュすんのかなっていうのは、ずっとか一生課題なんじゃないかなって思うんだよね。で、判定勝ちでしょみたいな感じ。で、牛久君の、対牛久君も、そんな感じの試合で、特に1ラウンドね。えー 倒してては牛久君に立たれてでまた倒たれたところをまた倒すっていうねであれたたれてもいいやっていう気持ちがあると思うんだよね力,使い力あんま使いたくないから太田,田忍はねでたたれてでもう一回倒したらポイントなんじゃないのって多分そういうマインドだと思うんだよねあれね、うん、ななんかそういうマインドでやってるよねっていうのがちょっと垣間見えるからなんかあんまり面白みを感じないんだよねなんか みたいな感じで見えちゃうなんか簡単に立たせてでまた倒すだけでしょ、うん、なんかね、うん、なんかねだかどうやってフィニッシュすんのっていうの、うん、でね牛久んもねちょっとバンタムっていうところでまあバンタムでもいいのかなっていう感じで、ね、ただ相手がちょっと悪かったかなっていう印象ですね、うんで最後の方結 結構いいところあったんだよねあの下から、うん、下からなんだとか、フロンギロチンとかも入りそうだったし、まあ入らないとは思うけどね、いい感じでギロチン入りそうだったし、あとなんだろうな、バック取ったのか、バック、バック取って、チョーク入りそうだったねあの、リアネイキッド入りそうだったの、まあ、あれもめちゃめちゃ良かったよね、2ラウンドの終盤だか、1ラウンドの終盤だか、ちょっと忘れちゃったけど、2ラウンドの終盤かな。 あの牛久君がバック取ってギアネイキッド入りそうになった感じのところもおおって思ったよねワンチャン決まるかもっていうような感じで、うん、でまあ朝倉未来が言うにはやっぱり力入ってないのかなーって朝倉未来的には見えたらしいやっぱり落としたからね、うん、なんかでもまあそんな感じにも見えるよねあんだけのこうねムキムキマッチョメンのね めちゃくちゃこのクラッチの力強いって言うからね牛くんそれがスルッと首抜けちゃっの決まんなかったっていうのはねちょっと力入ってないんじゃないのかなって感じですねまあそして最後メインイベントですねやっぱりやってくれましたねめちゃめちゃ燃えましたねもう始まる前からもうすごいヒリヒリ緊張しちゃったしさでまあ僕の予想は一応あの鈴木千尋の1ラウンド KO 勝ちっていうのをね、予想させていただいたんだけど、まあ、本当に、ね、予想が難しかったんだよ、ね、もで金原幻想がめちゃくちゃあったからね。本当、うん、金原選手も何だったらキッ,クキックルールでキックの元チャンピオンを倒したりね。結構キックルールでキックに参戦してたりしててキックにも定評があるんですよ金原選手。 だから似た似た者同士なんで、ね、お互い二刀流みたいなところがあってでオールラウンダーじゃないですか金原選手ねカウンターも打てるしカウンターの転換も持ってるし、うん、でね組んでも強い寝ても強いっていうねポジション取っても強いんで決める決め力もあるというオールラウンダーでそれは厳しいよなってところで、うん、鈴木選手結構。 なんか最初、ブンブン行くのかななんて予想してて、でも、今回は結構慎重に行くと思うって言ったんだよね、で、触らせない、触らせない、触らせないっていう方法をや,やると、金原選手、困るんじゃないかなと思ったんだよね、そしたら見事にハマり、そうなりましたね、金原選手を触らせない、1回、テイクダウン行って、タックル行って、タックルを切ったんだよね、鈴木千尋選手が。タックルを切ったったていうかな 切ってだけど切ったんだけど切りきれなくて四つの展開になっちゃったんだよね四つの展開でお互い足の足の,足の踏み合いをしたり、えー、膝を入れ合いしたりしてねでそれがあいにくね金ちゃんの金ちゃんの金に入っちゃって <laughs> 金ちゃんの金に入っちゃってでブレイクになっちゃったんだけどでまたスタンドからあのリスタートになった時にあのまあ金原選手はタックルを1回切られてるっていう。 部分とあとはその組んだ時のその体幹の強さっていうか腰の強さを実感してちょっと迷いが出ちゃったんだろうね金原選手うん思いっきりタックルに行けないなんかぐらいの,そのファーストコンタクトだ,だったんだと思います僕たちにはもう分からないよねでねでその後の展開はやっぱり俺が言った通りに触らせない展開金原選手を触らせない触らせないもうタックル入れさせないみたいなね もう徹底してたよ、ね、でまあそれがもうちょっと長引くのかな,と,のかなと思ったら金原選手やっぱ男でこ,このままやっても多分つまんない試合になるからもう打撃に付き合ったんだと思うんだよねあれはもうお客さんのために。あのタックルいけねえやってもう,もう見,き見切ってもうこ打,撃打撃でちょっと打開策見つける。 見ていくしかないなっていうんで、あの打撃にあの変えたんだよね、そしたら鈴木千尋もそれにちょっと気づいて、ちょっと距離縮まったんだよね、で、タックル入れる距離だったんだよね、だけどタックルいかなかったんでね、やっぱりもう、次々とパンチが飛んでいく感からね、もう、行くタイミング見しな逃しちゃったんだよね、金原選手も。行け,けた、行こうと思えば行けたと思う、あれ、タックルね。 でまあ、入るか入らないかは分からないけどタッ,クルいったタックルいった結果論でパンチの防御になるからねそれを選択した方が良かったのかなと思ったけどでもでもそれを考えさせないぐらいもう圧がやばかったね鈴木選手の圧がもうタックル1回切ってタックルに躊躇が入るようになったらもうそっから考えさせる隙を与えないぐらいあのプレッシャーかけまくって。 でガードの上からとかちょっと、ちょっとかすったぐらいでちょっとぐらっていうようなね、やべえ、やべえ、やべえって思わせるような威力だったりっていうのがちょんちょんって入って、で、結構、金原選手、聞いてきちゃって、もうガードの上からでも聞いてんだと思うよね、あれはやっぱり、ちょっとね、あの有効だかちょっとスローモーションでも見れなかったんだけど、何が有効だったのかわかんないんだけど、なんか基本的にガードの上からまとめられたたっていうようなイメージなんだよね。 ガードの上からまとめられて、でた,まりかたまりかねて倒れ込んで,で、グラウンドでのパウンドアウトだよね。で、グラウンドでね、ちょっとパウンド打たれながらも、えー、腕,腕十字狙ったりとかっていう、あのー、動きとか見られたんだけど、まあ、やっぱちょっと動きが遅いよね、もうそういう時って。うん まあ、鈴木選手の作戦がやっぱり合ってたっていうかな、まあ、僕の読み通りですよねこう触らせない距離でこうガンガン行かないで触らせない距離をずっとこう保ちつつでタックル来たら切ってっていうねでうまいこと今回切れてでそれを切ったことによって金原選手のそのなんだろうな 金原選手に圧をかけややすすくなったったたていいう感じででねね、うん、衝撃でした、ね、予想はしてたけど、うん、予想はしてたけどやっぱなんか複雑ですね金原選手があんな巻き方するのを誰も予想できないっていうか <laughs> 予想しといたんだけど予想できないし、まあ、金原選手もやられたわーって感じだったと思うよねでちょっとなんか笑顔でなんか起き上がって。 強いなっって感じだだたんだろうねタッ,クルタックル1回切るだけであそこまで圧をかけられるっていう相当な圧だと思うんだよねなんかちょっとブレイキングダウンみたいだったね最後ねうんで金原選手ももう歌や,れやられるならやるしかないっつってパンチ結構金原選手も振り回してブレイキングダウンみたいでしたねはいそんな感じで試合感想でした本当とても特にねメインイベントめっちゃいい試合でしたし 井上優作選手、ぜひ次の試合も僕は見たいんで、頑張ってください。それではまた